はい皆さんマイドマイドお客様の直面している問題を解決するこれはマーケティング用語だねどこの誰もみんなこんなこと言うねまあ白髪染めだったらね適切な色にまあ手際よく染まってりゃいいだけの問題だよねただやっぱりカットになるとねちょっとわけが違ってくるよねカットただ切るだけじゃなくてねお客様が 日頃の手入れで困ってることね、すぐにここが伸びちゃうすぐにここが分厚くなっちゃうとかね襟足すぐ分厚くなるから薄くしてくれとか上向いた時に何か髪の毛多い人なんか襟足にぶつかるのが嫌だとかね、まあ、そういう場合はね今日ね美しい形よりも2週間後1ヶ月後美しい形、まあ、機能的なものを求めてるよね。今日を切るんじゃなくて、 未来をカットするじゃないけどね、まあ、いろんなお客様いるからね、まあ、すぐ伸びちゃうからもうちょっと余計に切ってっていうのは未来を切ってくれってことだよね簡単にまあ皆さんもやってると思うけどねいろんな美容師さんいるけどね自分なんかはあんまり短く切るの好きじゃないからギリギリの長さで切るからだいたいもうちょっと切ってって言われるよね。でやっぱり短めが好きな美容師さんっていうのはもう最初から短く切っちゃうからね。 まあその切り方がいいってお客様はそこに残るけど自分みたいなのがその美容室に行って切られるとあのみんな切られちゃってやだっつうの <laughs> だから二度と行かないよねだけどね、まあ、そういう美容師さんでもねその切り方が好きってのに切られすぎるのが好きなお客様っていうのは先生のカット好きっつで残ってるからねその美容師さんは自分が切りすぎてることをわからないよね延々と。それが、まあ、美容業の怖いところだよね見えないクレームね。 まあだから、ね、自分なんか、まあ、よく言う三助カットでねお客さんの話聞きながらね、まあ、横切ったら長さどうって聞くけどねやっぱり聞き方ってのは本当に考えないと、まあ、カット時間どんどん経っちゃうからね長さどうっていうより長い短いちょうどいいっていうか二者択一といってほえいいねあもっと切る切らないっていう感じでねすいたけどもっと減らす減らさないっていう感じだよねわからないいいっていう時は大体長いよね。 まあ実際サイドの長さだったらすいてみないと分かんないってあるけどねサイドすけばまあ短くなっちゃうからねそこはちょっと美容師さんの判断になるよね雰囲気ね、まあ、お客様の雰囲気とかね、まあ、中にはねいつ切りましたかっつったら分からないっていう,いう方いるよね今4月の上旬ねで結構伸びきっちゃった人ねこれはいつ切ったのかなって分からないって今年かな去年かなって分からないってもう,もうそうなるとね 今日何日だかわかりますかって聞きたくなるよね。何曜日かきかりますかって <laughs>。まあこの長さの設定ね。まあすき好きってあるからね。まあ切った直後にね長さ見てどうかななんてね感想を求めてもねまと、あの子なんか頭あの感想んかくの下手だから真っ白になっちゃうんじゃない我々が欲しい答えっていうのは切る切らないどっちかだよね。さらに切る切らないわ、まあ、からないっていのも当然あるからね。 でわからないは必ず切り足す場合があるよねどっかしらスークっついうのも切り足しだよね日本人のさこういう時の返事の仕方ってさイエスノーじゃないんだよねなんか中間的にもじょ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 言うっつうのこれはもう自分もそうだけどお客様もそうだし皆さんもそうだと思うけどね日本人はイエスノーって言えない人種じゃないのまあ、これからねあの初夏になるとね 冬伸ばしてバッサリ切る方ねおばちゃんとかねショートの方ねこういう方の場合はあの本当にちょっと切って長さどうしてもわからないってそんでわかんないからじゃちょっともうちょっと全体に切り進めようと思って全体っていうか半分ぐらいでも切り進めちゃってからまだなんか長いみたいにねでどのぐらい長いかよくわからないみたいでまた切るとまだ長いってねそれこれにはまっちゃうと1時間ぐらいかかるからねカット終わるまでねはい動画の方はね まあ、おばちゃんカット細毛なんもなんだよねで濡らして切ったんだよでなんで濡らしたのっつったらねちょっと寝癖とかいろいろ変な癖があったから一旦とりあえずね濡らしてそれで乾かしてからこれから本格的なカットになるね濡らした状態ではもう荒切り程度ちょんちょんと切ってという割には昨日の動画から見ると7分ぐらい経ってるよねあんまり早く仕事したくないんだよ忙しくないから疲れるからさっさっさっさと動くと。 <laughs> 意外と最近はのんびりゆっくり仕事するようにしてる疲れるからねだから若い人はねえ、まあ、パワーがあるからねうちのお兄さんなんかね、まあ、集中してねガツガツ仕事するからやっぱり1人終わる頃にはやっぱり疲れてんだよねだからやっぱり早く終わらせて休みたいってなんじゃないかな若い人っつうのは我々になるとねあんまりそれやると疲れない逆に疲れちゃうんだよとにかく楽しく仕事するようにしてないと。 <laughs> 一日働けなくなってきてだんだん。<laughs> はいお疲れ様でした。